ですね、ベトナムの、ね、ホーチミンにいます。で、ホーチミン昔仕事で駐在でここ住んでたんでね、久々にここ訪れてます。1年2ヶ月ぶりですね。で、今いろいろと回ってると、今レタントン通りって言ってね、日本人が多く住んでるところ、そして日本食屋さんが多いところいます。今ナゴミっていうね、和食屋さん、昔まあこういったことあるんですけどね、まあ結構日本で食べて安い日本食大人気なんで。で、アショーカ、これはね、前行ったことあるけど、インド料理屋さん、カレー、インドカレー、なんとかも食べれます。今、ここ回ってるとこですね。この辺り俺住んだらよくわかるんですけど、で、赤トンボ、これも日本食屋さん。赤トンボ、でこれピザ屋さんでデリバリーしますので、まあ結構この辺りを見て大体行ったんですけど、近く住んでたんでね。でお好み焼き、広島焼きですね。であとこれランカスターってビルがあるんですけど、まあこの中にね、下にセパージュっていうバーがあります。あとジムもあるんで、ジムもここよく行きました。カラオケバー、日本人多いんでやっぱカラオケ屋さんが結構あります。女の子の中にいます。これサークル系、偽物らしいですけど、このサークル、日本のサークル系のマルケ、僕に言う、アキ、レストラン、日本食レストラン。これはなんだ、クイーン最後、ミュージックハウス。クラブかこれ、なんかちょっとしたクラブかな。で、シャハチフミフミ。で、これ。スカイガーデン、まあ、よく日本の駐在員の人ね、よく住んでます。まあ、よく商社とか、まあ、メーカーとかいろいろいると思うんですけど、ここに、会社が金払って、ね、住んでます。もうこの辺りもう自分が住んでたのがすぐ分かります。で、この東京ショップって言って日本の食材が買えるんです。で焼肉トクヤね、まあ、寿司屋トクヤ。いやでも1年2回ですからあんま変わってないですよ。クロヤがクマさん、クマさんね、寿司でトクヤ。花水木、見てください。夕方になるとね、相当その人が多くて、バイクと車の量が半端ないです。バーベキューショップ。で、自分が住んでたルームホームレント。あそこです。あとこれホイアンレストランね、これ中部のベトナム料理を食べたい人はここ来るといいです。まあ地球の在り方だから、まあガイドブック載ってるところですね。ホイアンレストランで自分が常にこの前のルームフォーレント、まあゴールドに住んでましたんですね。まあこんな感じですね。で向こうに行くと寿司バーね、寿司屋さん。いや久々のホーチミンですね。懐かしいですね。そうそう、よくバイクタクシーもさ、バイクタクシーの娘さんいるかな。